プロフェット5レブ v 3シーケンシャルサーキットプロフェット5は1978年1月に NARM において発表され、シーケンシャルサーキット社から発売されていたアナログシンセサイザー。レブ一1からレブ v 3は1978年から1984年にかけて販売され、日本では森平楽器によって輸入、販売され、 日本での標準価格は170万円であった。レブ4は2020年に発売となり、日本での輸入、販売は、プロフェットマイナス6などと同様に複産企業である。また、シーケンシャルサーキッズは1987年にヤマハによって買収されており、レブ4は開発者であったデーブ・スミスが創業したシーケンシャルが製造している。 当時では希少な音色メモリ可能なポリフォニックシンセサイザーでポリモジュレーションという独自の機能により特徴的な音色が出せる。高音同時発音可能で音色は REV1 の場合40音メモリが可能である。音色メモリ機能は Z80 を CPU として搭載し各パラメータの状態を記録可能にしたことにより実現した。 また、カセットテープ用インターフェースを搭載しており、外部のデータレコーダーに音色データをセーブできる。61件、ニビコ VCF ビカエレフォの構成である。ポリモジュレーションという機能は、オシレーター B やフィルターのエンベロープで、オシレーター A、パルスウィズス、フィルターのカットオフ周波数を変調できるもので、複雑なバイオンを合成することが可能となっている。 ユニゾンモードでのグライドが、可能レブ3までで約7200台販売された。大きく分けて4つのバージョンに分かれる。機械としての安定性や、機能面はレブ3が勝るが、反面楽器としての出音はレブ2以前の方が良いというユーザーもいる。音色を再現したソフトウェアシンセサイザーとして、米国ワインカントリープロダクションズより、プロフェットプラス。 ネイティブインストゥルメンツより、プロマイナス -53、アルトゥーリアよりプロフェット部、ユーヒーより、リプロマイナス -5 が発売されている。ハードウェアとしては2006年に、クリームワイヤーよりプロマイナス1 2 a ズ B、2007年には、プロフェット5の開発者であるデーブ・スミスが設立した、デーブ・スミスインストゥルメンツより、プロフェット08、2017年に、本機の純復刻版であるプロフェット6が、 発表、市販されている。ありがとうございます。